テトロドトキシン、テトロドトキシン、テトロドトキシン TTX は化学式で表され、ビブリオ属やシュードモナス属などの一部の新生細菌によって生産されるアルカロイドである。一般にフグの毒として知られるが、他に赤ライモリ、ギハゼ、ヒョウモンダコ、スベスベマンジュウガニなどいくつかの生物もこの毒を持っている。 習慣性がないため鎮痛剤として医療に用いられる。分子量 319.27CAS 登録番号4368から28から9。語源は、フグ科の学名、テトラドンティディと毒、トキシンの合成語である。天然からは少なくとも26種類の TTX 類延体が管理されている。以下に、その一部を示す。 毒成分の分析には HPLC 蛍光検出法や LCMS または LCMSMS 法を用いる。テトロドトキシンは摂取300度以上に加熱しても分解されないので注意が必要である。人の蛍光摂取による致死量は1 2ラムで蛍光摂取では生産狩りの850倍程度の毒性を持つ。1887年。 高橋淳太郎、東京帝国大学と、イノシシ、小吉人が共に、フグ毒の研究を始め、1889年に、フグ毒が生後の体内にあること、水に溶けやすいことなどから、高橋は、それがタンパク質、酵素様のものでないことを証明し、毒力表を作成した。1909年、田原良澄、東京帝国大学によりフグ毒成分が世界で、 初めて単位され、テトロドトキシンと命名された。しかしその複雑な構造や、科学的不安定性から、構造決定は難航した。田原による方法で得られた毒は、LD4.1mgkg、マウスと現在の致死量 LD8 から9ロ g k g から換算すると、毒含量はわずか0.2%程度である。1964年、平田吉正。 名古屋大学、津田京介、東京大学、ロバート・バーンズ・ウッドワード、ハーバード大学の3グループが独立に構造決定を行った。同年京都で開催された IUPAC 国際天然物科学会議において、この3社が同時に同じ構造を発表している。また、同じセッションに登壇したスタンフォード大学のハリー・モッシャーはカリフォルニアイモリ、 タリチャ・トロサの毒がテトロドトキシンと同一であることを示して、マフグ科のフグだけに存在するものではないことを初めて示した。1970年に X 線結晶構造解析により絶対配置が決定された。1972年に、岸吉人、名古屋大学、当時が D、L、テトロドトキシン、ラセミ体の全合成に成功した。年には、 イソベミノル、西川敏夫、名古屋大学らと JDU ボは、スタンフォード大学が別々に初の不正前合成を達成している。イソベラの前合成は、ディールスアルダー反応を鍵反応としており、DU ボアらは CH 結合活性化を用いている。テトロドトキシンは、トラフグやクサフグに代表されるフグ毒の成分で、もともと細菌が生産したものが餌となる。 人出類、貝類を通して、生物濃縮され、体内に蓄積されたものと考えられている。フグやイモリなどの保有生物はテトロドトキシンに対し高い耐性を持っているため、保有生物自身が中毒死することはない。これは、自然に蓄積する濃度のテトロドトキシンに耐えられるという意で、作用点となるイオンチャネルの形が他の動物と違うのである。しかし、人為的に、 高濃度のテトロドトキシンを与えれば中毒する。季節により毒の量が変わり、種によって毒化する部位が異なる。餌の種類を変えて養殖すると、同じ種であってもフグ毒が少なかったり、全くない場合がある。無毒の養殖フグの群れの中に毒を持つ天然種を放流すると、無毒の群れも毒性を帯びることもある。TTX 生産菌のが、 草フグの消化管内に生息しているが、腸内細菌の一つとして生息している、可能性がある。フグは TTX を含む餌を好んで接触している、ことからフェロモン的な作用も持っているとも考えられる。TTX 体制の低い種は、積極的に TTX を排出している。石川県名産のフグの卵巣のぬか漬けの毒素分解の仕組みは未だ不明である。 フグ卵巣ぬか漬けでは、食用可能な状態にまで減毒している理由として、古くから塩漬け、ぬか漬け中に、卵巣から毒が桶に拡散する目と説明されているものの、何が、どのように作用するかの解明には至っていない。ぬか漬け1年後には総毒量が10分の1ほどに減少しており、東京海洋大学は微生物の関与を調査したが、 微生物の不具毒の毒力現象への関与は認められていない。不具毒については未だ解明されていない部分が多いのが実情である。いくつかの生物では体制の仕組みが解明されつつある。ここに記載されている生物すべてが常に TTX を蓄積しているわけではなく、生息域や季節で保有の有無や毒の量は変化する。標ダコによる交渉、毒化した。 魚介類の有毒物の接触により発症する。家庭での素人料理が原因になることが多い。従って、中毒を防止するために、食品衛生法により、都道府県知事等が認めたものを及び施設に限って取りうけこと,とされている。不具流通に関わる関連法規も参照。神経毒であるテトロドトキシンは、神経細胞や、筋繊維の細胞膜に存在する。 電位依存性ナトリウムチャンネルを抑制することで活動電位の発生と電動を抑制する。そのため、不具毒の摂取による主な症状は麻痺である。接触後の20分程度から数時間で症状が現れる。意識が明瞭なまま麻痺は急速に進行し24時間以内に死亡する場合が多い。喫煙薬や特異療法が存在せず、下毒方法も見つかっていない。 アコニチンなど逆にナトリウムチャンネルを活性化する化合物はテトロドトキシンの作用を抑制するが、それ自身も毒であるため、いずれにせよ死に至る。テトロドトキシンは臨床所見の項にもあるように、神経伝達を遮断して麻痺を起こす。このため、脳からの呼吸に関する指令が遮られ、呼吸器系の障害が起き、それが死につながるのである。しかし、 素早く人工呼吸などの適切な処置がなされれば、救命率は高いとされる。体内に吸収されたテトロドトキシンは人体内で代謝によって分解されて無毒化されて排出される。テトロドトキシンは神経自体を破壊しているわけではないので排出さえされれば神経伝達が再開するからである。平たく言えば、麻痺症状が現れた時に間髪入れずに人工呼吸を施し、 テトロドトキシンが無毒化排出されて神経伝達の遮断、麻痺がなくなるまで人工呼吸を続ければ良いのである。しかし現実には麻痺が出た時に間髪入れずに人工呼吸をすることが非常に難しい。シアンカナトリウムの神経毒に対しテトロドトキシンは 1M 濃度以上で神経保護が発現する。ベラトリジンの神経毒に対するテトロドトキシの 神経保護作用は IC イコール 30nm。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。